さて、じゃあ今回はネットサーフィンやってこっかなと思います。最近パソコンとかじゃなくて結構スマホの方が多いっていうか、寝ながら横になりながら夜やってたりとかするんですけど、まあ、大体私が見てるサイトね、あ、あったあったあった、9点はね、いいよ。めっちゃいろんなのあるからね。しかもさ、私コスメとかそういうの買うことが多いんだけど、9点のサイトはその韓国系のコスメがさ、めっちゃ多いんですよ。なんかないかな。春夏秋冬ってあるとさ、時期によって肌質っていうか、やっぱ夏だと汗がかきやすかったりとかで、やっぱ化粧崩れとかがしやすいとか、そういうのも気にしたりするしさ、あと肌が荒れてる時とか何を使ったらいいんだろうとか結構考えちゃうじゃない。でこんだけいろんな商品あるからさ、ぶっちゃけ何使っていいか分かんないんだけど、9点の場合価格が安い、割と安いでしょ。安いからお試し感覚に使っても、まあそれほど大ダメージではないっていうね。どうしよう、なんかいっぱいあんな。いや、春夏ベースメイクはどんな感じにしようかな。でもなんか皮脂とかが気になるのは嫌だな。あとカバー力が多いのもいいな。シミとか毛穴とかそういうのに特化されてるやつ。まあこの辺アイランドジョーは私も全然使うんだけど、多分春夏はどうなんだろう。結構しっとり系じゃん、アイランドジョー。私は使ってるけど割としっとりするんで、どちらかというと乾燥が気になる時とかの方が使いやすいのかな。あ、そういえばさ、私最近なんか高原堂のお試しサイズのお試しセットかを900いくらでさ、通販みたいなので買ったんだけどさ、あのパウダーファンデ結構いいんだよね。下地も崩れない、マジで崩れなかった。私昨日お仕事とかで何時間、朝からメイクしてたから、朝の大体私7時半ぐらいにメイクしたとして、4時半、いや9時間ぐらい余裕でメイク崩れなかったね。化粧直しもしないね。なかなか優秀だよね、そう考えると。高原堂のパウダーパンってすごかった。売ってんのかな。あ、なんかずっと気になってるやつ、これ見つけた。あ、しかもなんか今2000円以上のクーポン使用可能って書いてある。え、いいじゃん。本体プラスリフィルってことは2つ、え、2つ来る、めっちゃお得じゃん。え、カラータイプ、これ緑の方がね、私結構気になってるんだよね。この敏感肌に合ったナチュラル密着ベース、カバーしつつ保護もしてきて、で皮脂をキャッチして、結構キラーメイクって書いてあるからツヤ感もあるんだろうね。色がバニラベージュ、ライトベージュ、ナチュラルベージュ。さすがに 手に取ってみないとなんか分かりづらいな。ファンデーションでも大体私いつもライトベージュかナチュラルベージュらへんなんだよね、ファンデーションって。それか混ぜるかって感じだから、普通に考えてライトベージュにしたところでどうせ周りシェーディングしちゃったりとかして、色は自分で結構自由に作れそうな気がする。でもグリーンが入ってるってことは結構透明感とか出んのかな。赤みとかそういうのもカバーしてくれるのかな。これ3色入ってるじゃん、どっちがいいんだろう。こっちも割といいんだね。しっとりさをなくした敏感肌集中、あれ上なんだったっけ。あ、敏感肌に合ったナチュラル密着ベースなんだね。あ、こっちにしようかな、このグリーンのやつ。どっちがいいかな、とりあえずわかんないから一旦カートに入れて後で考えるか。からの、あ、パウダーとかもいいな。あ、
これ最近何回か調べててめっちゃ気になるやつ。これ結構なんかすごいサラサラした仕上がりになって、あ、だからそうだよね、皮脂のコントロールとかちゃんとなんかその油分とかそういうのをコントロールしてくれる系のパウダーというかお粉というか、なんか私が読んだ口コミとかだと、あのマスクとかを今の時期とか結構やっぱ皆さんしてるでしょ。でそういう時にマスクをしててもそんなにこう崩れないみたいな、メイクがこのパウダーで仕上げるとっていう風に言ってるからすっごい気になってんだよね。あ、香りがいいんだ。あ、今日の特価だって、安いじゃん。じゃあちょっとお気に入りに登録して後で買うか。やっぱでもさ、韓国系のコスメの中でさ、もうシャドウとかリップとか可愛いなって思うわけ。リップで見てみるか、韓国。なんかめっちゃ可愛い。なんか韓国のやつってすごいよね。なんかこうワンプラスワンプラスワンとかさ、とりあえずなんかおまけがすごい。マジで。え、明日つくって書いてある。めっちゃいいじゃん、明日とかついてる。私はどちらかといえばティントタイプが好きで、なおかつあんまりちょっとグロッシーなやつはそんな好きではないんですよね。でもなんか春夏系でちょっとなんかピンクっぽいのも欲しいな。コーラルっぽいのも好きだな。ああ、こういう色いいかも。こちらと赤いかな。実際つけてないから何とも言えないけど、あ、でも可愛いな。やっぱ肌の色に合うリップが一番いいんだろうけど、私青系ってあんまつけないな。そのブルーが入ってそうなやつ、ピンクとかでもさ、ちょっとブルーっぽいピンクってあるじゃない、あんまつけないんですよね。どちらかといえばなんかこうイエローベース的な気持ちコーラルっぽいピンクとか、そんな感じを選びやすい。いやでもこれ可愛いな。迷う。どっちが可愛い。あー、こっち。いや、どうしようかな。結構ね、パッと見てやっぱ可愛いって思ったやつはきっと可愛いんだよ。リップティントでカラーがこっちかこっちか分かんないから両方入れちゃいたいな。とりあえず気になるものを調べて後でもう一回チェックするかな。こっちだね。あ、そうだ、私最近めっちゃ気に入ってるやつあったじゃん。 LED の美顔器。いやさ、これ効くのか効かないのかぶっちゃけわかんないけど、ヤーマンのは持ってるんですよ。持ってるんだが、大きさがさ、ちっちゃいじゃん。もっと大きいの使いたいじゃん。だから LED は大きいのが欲しい。お、なんか顔面に思いっきりはめれるやつあるけど、工場で火の作業してそうなやつ。パチ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 って飛んでるの平気そうな感じの見た目の。でも多分そうだな、メーカーによって LED の波長が全然違うんだよな。もうさ、楽天もそうだしさ、アマゾンでもそうだしさ、もう散々のこのこういう LED 系を見てるわけだけど、Q10がやっぱ一番値段的に安いかな、見てる中だったら。だいたいこの辺をチェックしてたんですよ。全然安いよね、他のサイトと比べたら。なんでこっち微妙に安いんだろう。オメガライト見てみよう。めっちゃ光るじゃん。なんか目ん玉飛び出しちゃったみたいに見えるんだけど、こんな風になるんだ。何これ。めっちゃなんか大量にあるじゃん。こういう一枚を見ちゃうとさ、ちょっとさ、どうなのって思うんだけどさ、波長がどんなもんかによるよね。その光によってで、この LED の効果って違うんだよね。青はそうそう、だいたいニキビとかニキビ肌に青は効く感じ。緑とかは傷とか、だいたいヤーマンは赤だから、赤じゃないやつを使いたいわけよ、個人的に。
青とか緑とか。ただ7色ってなってるから、まあいろいろ使い道はあるね。だいたい考えてみて、クリニックで LED を浴びるとしたら、そんな毎日なんか行かないから、1回だいたい安くても5000円はするでしょう、LED 浴びようとしたら。それを考えたら全然コスパいいよね。っていうか、コスパの塊じゃない？だからそんなに波長がクリニック並みじゃなくても、これぐらいでもちまちま浴びてたら結果的に効くのかな。ほらシミとかにもやっぱほら効くみたいだし、コラーゲンもいいね。しかもでかい、でかいから顔だけじゃなくてボディにもいけるっていう大きさ。何でもいいからとりあえず一刻も早く何かニキビとか直したいっていう時あるじゃない。もう何でもいいからとにかく試すみたいな。食べ物、飲み物、化粧品とかサプリとか。そんな時はこれ結構使えるんじゃない？毎日浴びたらいいんじゃない？そのブルーを。ニキビとかに効果があるんだ。今日の特価ってめっちゃ安く出てんじゃん。参考価格4万だよ。超お買い得じゃん。プラス500円で7色にできるの。7色とか。うわ。育毛剤とかある。なんか私今髪の毛早く伸ばしたくて、なんか育毛剤とかいいのなのか。てかそもそも育毛剤って強くするとかそういう意味だと思うんだけど、伸びたりすんのかな。そこがねいつも気になるんだよね。これこれこれ、育毛点滴とかが最近結構流行ってるらしいから、女性とかにめっちゃ流行ってるんだってね。やっぱ髪の毛が強くなったりとか、頭皮とかのケアとかそういうのもあって、白髪防止とかそういう効果もあるから、育毛点滴がなんかめっちゃいいんだって。10個セット3万個高っ。何これ、こんなにするやつなんだ育毛系って。飲む発毛促進剤、発毛ルやばーネーミング、へえこんなのがあるんだ。あ、サングラスメガネとか可愛いのないか。だいたいこういう大きいなんか黒っぽいフレームっていうかのやつ、グラスっていうかこうレンズの部分がね黒っぽいやつは最近つけなくなってきたな。昔はよくつけてたんだけど、可愛い。安っ、2049円。いやーもうほんとこういうので十分だよな。私昔からサングラス大好きで、とにかくめっちゃ持ってたんですよ。今こういうので十分だよね。なんで私あんなにブランド物のサングラス好きだったんだろう。やっぱ若い時ってブランド物が好きなんだろうね。こう憧れとかそういうのが結構あるんだろうね。やっぱ可愛い。いやキリないわ。今日9点見てるから 言うんだけど、その出してる人のそのショップによってあの送料とか値段が違ってたりするんですよ、同じ商品でも。だからそこまでちょっとちゃんとチェックした方がいいかも。あと発送とかもそうなんだけど、そのどんな風に梱包してるかとかそういうのも口コミとかで結構雑だったとか綺麗にできてたとか発送も早かったとかそういうのもちゃんと見た方がいいと思います。9点のいいとこってさ、マジでクーポンがいつでも配布されてるからさ、1000円オフ、2000円オフ、3000円オフ、10%オフとかさ、マジで使えるからね。しかも買えば買うほどやっぱまとめて割引されたりとかもするじゃない。ありがたいよね。まあ私は普段ほんとこんな感じでネットショッピングをしてるわけですよ。ネットサーフィンバーやって、まあ今回マジで9点って言って、そのファッション通販サイトっていうか普通に通販サイトだよね、プチプラのを見てるんだけど、美容系とかもそうだし何でもそうなんだけど、私の性格上1個気になったらそっからバーって派生してめっちゃ調べまくっちゃうことが多くて、今回はそのお買い物でっていう感じなんですけど、まあ、気になるっていうのがあればまたそういうね回もあってもいいのかなとは思います。というわけで、あのこのチャンネルが面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。